それではこの4本目の動画ではですね、カノピングとプルと左手で見ると、この今までやってきた3つの動作をですね、組み合わせて1つのフレーズを紹介しますので、ぜひそれを練習してマスターしてくださいということです。早速ちょっとフレーズやってみますね。これです。なんかそれっぽくてよくないですか？なんかハッタリっぽくないですか？そんなことないですか？なんかこのフレーズをですね、ちょっとこの皆さんに細かに説明しますので、頑張って練習しましょう。Yes。じゃあ早速いきます。まず予言解放ですね、サンピングします。ボーン。そしたらあの3本目の動画でやったワン、ツー、スリーで動作あるじゃないですか。この予言をサンピング、ミュートをサンピングっていう、このワン、ツー、スリーっていうこの動作、これを使います。で、このフレーズにおいてですね、このワン、ツー、スリーの動作をすげえよく使うんで、なんか名前をつけたいんですけども、かっこいい名前がないですかね。なんかこうハローキティもかっこよくないか、拭き取りさっさとか、なんかないですかね。スカイラブハリケーンでいきましょう。スカイラブハリケーンでいきましょう。スカイラブハリケーンで、ワン、ツー、スリーはスカイラブハリケーンです。すいません、アホで本当に。予言解放したらスカイラブハリケーンします。で、3弦の5フレットをプルします。で、7フレットをハンマリング。予言解放、スカイラブハリケーン、プル、ハンマリング。そしてさらに予言解放を3します。これを連続していると、サンピング、スカイラブハリケーン、プル、ハンマリング、サンピング、タースクスターラター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 タースクスターラタっていう感じになるんですね。解放、サンピング、スカイラブハリケーン、プル、ハンマリング、解放っていう感じです。で、その続きはスカイラブハリケーンをもう一回やるんですけども、スカイラブハリケーン、おいしょー。そして1弦の7フレットをプルします。で、9フレットにハンマリング、スカイラブハリケーン、7、9。で、次もスカイラブハリケーン、6、7っていう感じですね。プルしてハンマリング、スカイラブハリケーン大活躍でございますね。それがとりあえずひとまとまりでございます。もう一回ちょっとゆっくりやってみましょうか。解放、スカイラブハリケーン、プル、ハンマリング、解放。そしてスカイラブハリケーン、7、9、スカイラブハリケーン、6、7っていう感じです。これをつなげると、1弦のね、このプルするときに人差し指の根っこで自分はフィンガリングしてるんですけども、まあ先っぽで押さえようが、持って押さえようがどっちでも構わないですけど、あの人差し指を残してこのミュートができるようにならないとね、ちょっとバタつきがひどくなってしまうと思うので、頑張ってこのゴーストモードですね、うまく鳴らせるようにしたいですね。素早く軽く、そうしないとね、してしまうんで、素早く軽くを、完璧にできるように練習しちゃってください。で、実はこのフレーズに、ちょっとこのフレーズについて軽く説明してみたいんですけども、実はこれあの RX っていうバンドさんがあのやってたフレーズなんですよ。あの世紀末っていうバンドがいるじゃないですか。で、そのベースのライデン湯沢さんだとゼノ石川さんがですね、あのベースとドラムの方なんですけども、その2人が結成したなんか RX っていうユニットなのかな、あれはなんかそういうのがあるんですよ。で、その RX の教則ビデオがですねあって、その教則ビデオの中に出てきたフレーズでございます。私がまだ若かりし頃、中学校3年生ぐらいですかね、中学校3年生か高校1年生、多分中学校だと思うんですけども、その時にですね、あのとある古本屋さんで200円で売ってるのをですね、見て買ったのが、まあ、始まりなんですけど、世紀末全然そんな好きじゃなかったんですけども、その教則ビデオの中でですね、もうゼノンさんがすげえバリバリスラップするんですよ。バリバリのかっこいいフレーズを。で、その時もね、すごく衝撃を受けて、もう半端ないなんだこれって。で、その時この
左手ニュートンのこと知らなかったもんですから、この存在というかこの奏法を、もう見た目と全く音数が合ってなくて、ね、見てる感じだと右手そんな叩いてないのになんでこんないっぱい音がするんだろうって、もう非常にハテナハテナで、この左手ニュートンの存在に気づくのにすげえ時間がかかりましたね、なんかし。で、その左手ニュートンをね、存在したところでまたね、コピーするのはすげえ大変でね、すげえ苦労したもんですよ、懐かしいですね。中学校3年生の冬だったと思います。寒かったです、確か。で、そのアレックスっていう人のビデオをですね、買ったんですけども、どっか行っちゃったっぽくて、やっぱり昔のことだから。この間ちょっと見たくて、家の中探したんですけども、やっぱりなくて。で、あれないか、もうヤフオクで買うしかねえかなってちょっと思ってたんですけども、やっぱ YouTube でそういうの検索すると合っちゃったりするんですよね。あんまり良くないですけども。でもそれを YouTube で見てすげえ懐かしいなーってちょっとテンション上がって、改めて見るとすげえかっけえなーってまたテンション上がって。で、このフレーズもね、中学校の時僕はこう、もうさっきやった手順でコピーをしたんですけれども、今改めて見るともっと細かかったですね。ちょっと自分うまくできないんですが、こんなフレーズでした。ガタガタになってしまってうまく弾けないんですけども、こんな感じでもっとフレーズ細かかったです、やっぱゼノンさん半端ないわって感じですね。あれをあんなにタイトルに弾いてしまうんだもんな、まあそんな感じで関係ない話多くなってしまいましたけれども、皆さんもですねスラップぜひとも練習して、このフレーズを身につけてこれからスラップ人生に彩りを添え立ってくださいっていう感じですね。初めてやる人かなり難しいと思うんですけれども、それを頑張って乗り越えていきましょう。また機会があったらスラップフレーズ別の動画でですね、いろんなフレーズを紹介してみたいと思いますので、まずこの動画でスラップの基礎なるものを身につけてもらえればなという感じです。それでは最後までありがとうございました。結構長くなったと思いますけれども、その分何かのためになるはずだって、ね、参考にしてもらえれば幸いでございます。そんなにこんなに嬉しいことないですよ、なんで頑張って練習してください。僕も練習します。ではさよなら。